はい、こんにちは。10回目を始めたいと思います。皆さん、お昼休みご覧いただいてありがとうございます。はい。で、今日はですね、10回目ということなんですけれども、前回に引き続き、世界をつなぐ人材とはということで、海外協力隊経験者の、帰国された後のご活躍を紹介するということで、開催したいと思います。で、今日2人ゲストをお迎えしておりますので、最初にご紹介したいと思います。スタフードジャパンの新子社長と平松さんです。こんによろちしくおは。願いよろししくおま願す。いします。お願いします。はい、お願いします。で、ブレックスからは3名参加してますので、自己紹介お願いします。中山さん、お願いします。はい、中山です。よろしくお願いします。前田さん、お願いします。はい、前田と申します。本日もよろしくお願いします。はい、で、今日は私、瀬戸口が進行させてもらいますので、よろしくお願いします。はい、では最初に、いつもの、お決まりなんですが、プレックスの、紹介と、あと、この紹介を中山さんからお願いできますか。画面共有します。ちょっとお待ちください。い、ではお願いします。それでは中山の方から簡単に紹介させていただきます。プレックスとは、公益財団法人太平洋人材交流センターといいます。設立が1990年です。で、主な活動内容は、途上国人材育成事業で訪日および海外で実施する研修をしたり、研修を通じた国際的な人材交流、あと中小企業の海外展開の支援、日本で学ぶ留学生、外国人の人材育成事業を行って23名で活動しております。次のページお願いします。で、2030年度の達成のための行動計画5つあるんですけども、その中で、その私どもは関西の国際化を支えるダイバーシティの実現という中で、このエイトコっていう番組を行っています。次のページお願いいたします。それではエイトコって何なのかと言いますと、その海外に携わる方、国内外問わず出会うこと、知ること、つながること、そんなエイトコっていう場を設けて、発信していくことをします。以上です。はい、ありがとうございました。はい、では、早速なんですけれども、スタフードジャパンさん、それから平松さんのお話を伺っていきたいと思います。最初に、スタフードジャパンさんのご紹介と、あと平松さんの今のお仕事をぜひお話しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。では画面切り替えさせていただきます。私どもスタッフドジャパンは、地域の企業さんの支援というものを企業目的にして、設立している会社です。で、企業さんによってはそのいろいろ商品開発であったりとか営業であったりとか、そういうところをサポートしていくことによって、今までなかったその新しい企画であったりとか、販路っていうところを導き出すような、うちの会社はそういうことをしてまして、どちらかというとプロデュース業に近いような会社になってます。はい。で、会社社内では、プロデュース、商品開発っていう、食品の商品開発、こういう商品作ってます。こういうのも作ってます。と、あとはですね、実店舗として、関西空港と兵庫県の豊岡市に店舗を持っておりまして、そこの店舗の運営っていうのも行っています。で、今私がしているのは、和歌山の本社で、卸の営業活動であったり、商品開発、先ほど新子が申し上げた商品開発のお手伝いをしているっていうような形になります。
私が。え？質問箱に。以上になります。あ、はい、ありがとうございます。すごくいろんな、素敵な商品を開発されたり、販売をされたりしているということで、これ豊岡の商品、和歌山の会社さんなんですけれども、豊岡兵庫県ですよね、の商品にも関わっておられるということなんですね。はい、はい、そうです、うん、兵庫県のお店の方は実は今すごく流行りの事業承継っていうところで事業が立ち行かなくなったところを、まあ、私どもの方で投資をさせていただく、まあ、人も知恵も出して投資をさせていただいて大きく改革をしていくっていうまさにJICAの人が得意とするような分野のお仕事を、まあ、やらせてもらっていて実際、こういうようなお菓子とかこういうお菓子などを、まあ、実際こう、作ったりしてます。こういうものも作ったりでこういうパッケージから原料から何もかも一旦自分たちで見直す部分もあれば今あるものをもう少し視点を変えて販売ルートに載せるっていう形で常に中は、業務改善であったり改革であったりもっとこうできないかっていう問題意識を持って仕事を平松にはしてもらっていました。ありがとうございます。で画面共有閉じさせてもらってもいいでしょうか。はい、はい、すいません。せっかくさっき画面で商品紹介いただいたんですがちっちゃい画面になってたのでもう一回見せていただいてこれが豊岡の商品で豊岡はコウノトリが有名なのでコウノトリの柄をしてます。であとはそのこっちの缶詰地域団体商標って言って近畿経済産業局とかの特許庁からの仕事をいただいてこういう商品開発をしたりあとは事業者さんに言われて新しい販売の方法っていう方法で提案こういうパッケージとか企画を作らせてもらったりあとは農家さんに言われて、まあ、山椒農家さんとコラボしてこういうカレーを作ってみたりとか、まあ、商品自体は実は多岐にわたって企画をしているというのがうちの会社になってます。ですからそのJICAさんのようなその何でもこう開発したりとかそのいろんな問題を解決するっていうところにおいてはこう商品開発は非常に役に立ってまして、うん、皆さんとか平松は特にいろいろなことを吸収してやってくれるので非常に助かってます。 ありがとうございます。平松さん先ほどの商品開発に平松さんも直接関わっておられるってことですね、はいはい、ありがとうございます。そんな、平松さんが、今 T シャツフィリピンって書かれているのでフィリピンに協力隊として行かれてたと思うんですけれども、はい、そこで活動を終えられて今のスターフードジャパンさんに出会うまでのちょっとこうストーリーみたいなことを共有お話しいただけないでしょうか。はい、フィリピンでコミュニティ開発ということで、まあ、地域の市役所にフィリピンの市役所に所属して、まあ、地域で活動されている女性の方の支援っていうのを行ってたんですが、まあ、日本に帰ってからもその地域とか田舎の良さっていうところを、まあ、フィリピンで改めて感じさせてもらってで、まあ、日本でも地域とか田舎っていうのを、まあ、キーワードに何か仕事をしたいなと思って、まあ、仕事を探してた時に、和歌山JICAデスクっていうのが、の方がいらっしゃってその方がたまたま共通の知人で、その方を通じて、声をかけていただいたっていうのが今入っている会社を知ったきっかけになります。すごいやっておられることがこうつながるところに、まあ、デスクに相談に行かれたりとかでそれを、新興社長の方はスターフードジャパンさんとしてはどうしてそことつながっていかれたんですか、ね、そうですね私の方は和歌山県庁さんとつながってましてで県庁の方に
すごく面白い子がいるよっていうことで、でその子は JICA の子だったっていうので、 JICA の活動をそこで初めて知ったんですね。で JICA の活動やいろんなことをお聞きすればするほど、まあ、帰国した人のスキルって実は高いんじゃないだろうかっていうふうに、まあ、考えるようになって、で私どもの会社っていうのはまあ10年やってますけれども、基本ベンチャー企業と何ら変わらないフロンティア精神を持ってやってもらわないと、なかなか物事が前進まない企画会社なので、まあ、問題意識を持ってやっていただけるっていうところでは、非常に私たちが求めている人材と JICA の人材がマッチしたっていう感じでした。なるほど、ありがとうございます。前田さんもアフリカに協力隊に行っていたんですが、今話されたことってすごくどうですか、聞かれていて何か気づいたこと。私も田舎地域帰ってきてからすごい何て言うんですか、協力隊に行く前は分からなかった魅力が帰ってきてから見つかるようなこともすごく経験したので、それがお仕事になるっていうのはすごくいいなと思ったんですけど、フィリピンで働きたいとか海外で働きたいとはならなかったのかなっていう質問を平松さんにしたいと思います。初めはあったな初めはすぐフィリピン戻るって言ってたんですよ、なんか海外で働きたいっていう気持ちももちろんあったんですけど、まあ、フィリピンとつながっていたいなっていう気持ちがすごく強くて、で、こちらの今働いてる会社は兼業っていうか、まあ、自分がちょっと起業したいっていう気持ちもその当時は少しあったので、そういった気持ちも その諦めずにそれも応援してくれるっていうことを言っていただけたので、まあ、こちらの会社に入社したいっていうふうに決めます。今何かフィリピンとつながって、このフィリピンの事業とスターフードさんのジャパンさんの仕事がつながってるという事例ありますか？今はでもないですね。ちょっとお茶やったな。そうです。もともとはそのモリンガってアフリカにもよくある植物だと思うんですが、フィリピンでもすごく定番に飲んだり食べたりしている植物があって、それを輸入販売したいなと思って、まあ、個人的にというか、その仕事とはまた別に自分自身でやってたんですけど、それもちょっとその生産者さんとなかなかやっぱコミュニケーションを遠隔で取るっていうのが非常に大変だったんですね。で、ちょっとそれ中断してしまったんで、今は特に仕事で通じて何かやってるっていうことはないですね。はい、ありがとうございます。でもきっとフィリピンでされた経験とか人に話を聞くとか、どういうふうに動いたら、まあ、なんていうんですかね、周りの人とうまくいくとか、こう協力隊の経験が生きた部分があるんじゃないかなと個人的に思いました。そうですね、今年の3月までその豊岡市の和菓子の店舗に実際自分も移動していたことがあって、兵庫県の豊岡市ってまだまだ小さい町なんで、そこでやっぱ実際に直営店で働かせてもらった経験っていうのは結構そのフィリピンでの田舎で働いてた経験にちょっと通じるところも結構あったのかなっていうふうに今は振り返って思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかどうしてもその海外で活動していると日本の国内とはちょっとこう線引きをしてしまうようなところがあるんですけど、今お話伺ってて、なんかそれが日本に帰ってこられた時に、フィリピンでのご経験が生きて、また今度その日本での今のビジネスの中でまたこうベンチャー精神というか次につながるようなことも日本でできてって、すごくこう境目なくフィリピンだったり海外と日本をこう行き来できるような発想でお仕事もされてるし、多分協力隊の経験者とか海外の経験された方も多分そういうふうに理解するとすごくつながっていくんだなと今お話伺ってて思いました。中山さん、質問ありますか？はい、ちょっと2つ印象、まず平松さん、はい、海外青年協力隊で経験されてるということで、まあ、その行かれたフィリピンで一人で決めてやらないといけないから、今の仕事でも
多分会社に貢献できてるんだなと思う。待つよりも、とりあえず、だから豊岡に行かれた時でも、自分で問題点を見出したら、まずは、対策を打って、うん、ダメやったらまたやり直すという感じで、動きが早いんだ。それはなんとなく、今日、消しただけでも。あと、先ほど、和歌山県の県庁の話、出たの。私の義理の父が和歌山県庁。ご存知かもしれないですけど、刈谷知事。刈谷知事。刈谷さんね、はい。刈谷知事が知事の時の、企画部長です。和歌山県庁という馴染みがあります。あの時は和歌山ブーブーはしてたかな。そう。全盛期や。あ、今は全盛期じゃないんです。今はちょっと固めです。攻撃液丼じゃないような気がします。もう今なくなったんですけど、義理の下げの時には、和歌山県を通す目安という話をよく聞かされた記憶があります。はい、ありがとうございます。すごい、いろんなつながりがあります。平松さん、もし何かこう、フィリピンでの活動のご経験とか、もし写真とか、お手元に終わりだったら共有してもらってもいいですか？可能ですか？はい、じゃあちょっと画面を共有させてもらいます。活動内容もちらっとお話させてもらった、さっきもさせてもらったんですけど、私はその市役所に所属して、その町ので自生している植物を使ってハンディクラフトを作っているお母さんたちの支援っていうのをしてました。まあ、具体的に今日ちょっと後ほどお見せするんですけれども、スリッパだったり、その植物で作ったカバンだったり、そういったものの品質改善とか販路を拡大する支援だったりとか、あとはまあそれに付随する商品開発のセミナーを開いたりだとか、そういったことをしてました。でこれが一番左上に映ってるこちらが私、行って派遣されたばっかりの時に、まあ、その作ってるお母さんにインタビューをした写真で、その下にある写真がお母さんがいつもこう家の軒先なんかで作ってる写真を貼らせてもらってます。こういう活動をさせてもらってました。で実際ちょっと今日は唯一日本に持って帰ってきたものがあるんで、これこういう植物をこう咲いて繊維状にしたものを糸に通してこれ編み込んでるんです。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、でこういうスリッパを作って売ってました。 ありがとうございます。もうまさに地域の方々と一緒に商品開発してものを作ってっていうところなので、もう本当に今やっておられることにつながってるんだなと分かりました、感じました。ここで、先ほどのお話の中にもちょっと触れていただいたんですけれども、こう社長、新子社長の方からご覧になって、その協力隊経験者の方の、まあ、強みとか、こういうところが御社の中ですごくこうや活躍してもらえてる原点、源泉じゃないかっていうようなこと、ご経験も踏まえてご紹介いただけないでしょうか。はい、私が思うにジャイカさんの協力隊の強みっていうのは、まず自分で自ら行動することができるっていうことだと思うんですね。でもともとその発展途上にポンと掘り出されて、じゃあ考えろよっていうような状態の中で、自分たちで何が問題で自分は何ができるかっていうことをこう、まあ、自分の棚卸しをした中で協力できる内容をそこから見出していくっていう、こう力っていうのは、やっぱりそれは海外にいるだけじゃなくても日本の企業でも必要とされるスキルだと思うんですね。でそういうところがやっぱり JICA 出身の人は他の人よりもまあ、かなり優れているなというふうに、まあ、感じました。
で、基本、まあ、平松もそうなんですけれども町の姿勢ではなくてこうした方が便利なんじゃないですかとかこういうのってどうなんですかってこう自分からの提案っていうことがすごく多くて、まあ、逆にあそういう考え方もあるのかってこっちもまあびっくりするようなことも提案してくれるので、まあ、非常にその会社としてはあのなんだろういろんなことを一緒に考えていってもらえるなっていうその仲間その上下関係以上の仲間意識っていうのがすごくありました。ありがとうございます。すごく実感がこもっているなと思います。平松さんはご自身であの逆に、まあ、どう思われますか。その協力隊経験したからこういう今こういうことができてますとか感じておられることないですか。そうですね、まあ商品開発もそうですしその豊岡市での、 その店舗運営の時もそうですけどやっぱり直接やり取りする方が、まあ、社内以外の取引先であればほとんどが地域の、まあ、農家さんだったりとかその個人でやられてるお店の方だったりとかっていうことなので、まあ、例えばそのなんていうんですか、うん、一つのことを説明するにもこう噛み砕いて丁寧に説明しないとやっぱりなかなか分かってもらえないだとかそういったところはなんかそのフィリピンでやってた時とあんまりあと似てるなっていうふうに日々思います。だからそういうのが、まあ、ちょっとは行かせてるのかなっていうふうにも感じました。コミュニケーションを取るとかそうですね、いかに理解してもらうかってことですね。そうですね、うん、日本語なのに難しいですね。あとはその例えば対相手がたくさんいた時はやっぱり それぞれの方の思いっていうのも違いますし受け止め方っていうのも異なってくるんでその辺もやっぱりフィリピンでの経験が生かされてるかなっていうふうに感じました。なるほど、こう調整関係者の調整をするっていう感じですよね。うん、そうか、素晴らしいですね。ありがとうございます。あと7分ぐらいあるんですけれども、今までこう伺った中でもしこれはぜひ最後にお伝えしたいとかもう一回紹介したいとか、うん、商品で紹介しきれていないことがありますとかそういうことがあれば今ご覧になっている方それからこれ後で動画で共有しますので YouTube ご覧になる方に向けて PR したいことも含めてお一人ずつもしあればぜひお願いします。私じゃあちょっとですね、まあ、直近3月まで豊岡 その直営店和菓子のお店で働いていたこともあって今その城崎温泉のお店っていうのも実はやってるんですけれども城崎と豊岡でやっぱりそのコロナの影響で人手が少なくなったりとかっていうのもしてるんですけど、まあ、ネット販売とかもしてるんでぜひぜひ皆さん見に来てお菓子買ってもらえたらと思います。わかりました、はい、検索するとき何かキーワードこれ入れたらいいよっていうのありますか。豊岡スペース和光堂ですかね。そうね、そう、うん、和光はひらがなです、はい、堂はお堂の堂になります。はい、じゃあ皆さん豊岡スペース和光堂で検索してみてください。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、前回に引き続いて前回はもう海外に向けてのビジネスを担当されている方だったんですけれども今回国内で活躍されている方ということで協力隊経験者の方のこうキャリアを考えるときに海外とつながっていない場合であってもご経験とか持っている能力を生かせる場が実は国内にそれも地方にもしかしたらあるんじゃないか、まあ、実際に平松さんそうやって活躍されているのでそれを今回お伝えできたら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。でもしご覧になっている方で、協力隊在家海外協力隊についてもっと詳しく知りたいとか実際に帰国された方にアプローチしてみたいという方はこの8回シャープ8で、在家監査の津田さんに出ていただいて詳しく紹介していただいてます。でプレックス の YouTube チャンネルそれから Facebook の動画でもその時のやり取りとか津田さん の連絡先も紹介していると思いますのでぜひ今
リンクで貼ってもらってると思うので、そちらからご覧いただいて、津田さんにアクセスしていただけたら、きっと言い方をつないでいただけると思います。ありがとうございます。じゃあこれで今日はちょっと短いかな。もし、私ちょっと一個だけ。はいはい、ぜひ。どうぞ。平松さんは和歌山県の出身ですか？あ、そうです。あ、じゃあ出身だから和歌山のこちらで働こうと。そうです。うちの方は別にどこに住んでもいいよっていう、その JICA の OB さんとかおじいさんがいらっしゃって、和歌山に来てもいいよとか、豊岡に行ってもいいよっていう人であれば全然ウェルカムですし、そこはもう全然フレキシブルですし、あとはもう今そのね、コロナになってからどっちかっていうとリモートっていうものが主流になってきているので、リモートでできることと、実際会ってすることと、そうそう変わらないなというふうな感じにはなっているので、そこは別に問題ないかなと思います。たまたま平松は和歌山だったし、近くにいる方がいろいろこう目が届くっていうものがあったので、彼女の成長も一緒に見てこれたので、いいかなと思いますけどね。はい、お二人の距離感がすごく近くて、瀬戸口さんとも、こういう関係で働けるっていいねっていうお話をしていました。あ、そうですね、平松と食べ物から好みまでほとんど一緒めちゃくちゃびっくりしてた、お前も好きかみたいなすごい巡り合わせですね。はい、ね、なんかもともと和歌山出身で、そのフィリピンに住んでた時にさっきもちょっとお伝えしましたけど、やっぱり田舎の良さっていうのを感じたんで、できればちょっと和歌山で働きたいなっていう気持ちが芽生えて、でたまたまそのこちらの会社が和歌山で地域とつながる仕事をしてるっていうのがあったので、私がその希望する仕事に すごくマッチしてるなと思いました。最後に一個だけ、今これからこういう地域注目してますとか、この地域に行こうと思ってますか、お話しいただける範囲でどこかありますか。うちの会社はですか。はいはい、会社としてやっぱりその今豊岡と木の先にお店があるので、やはり山陰地方の方ですね、鳥取に向けてっていうところであれば、非常にまだまだ未開拓のことが多いので、非常にこうやりがいとこう一番になれる要素がいっぱいあると思うんですね。でそうではなくて、みんなが行ってるようなところってなかなかこう一番になりにくかったり、開拓しても叩かれたりってことが多い中で、やはり山陰地方であったりとか、あとはその四国エリアとかは今からもっと伸びるんじゃないかなというふうには感じていますけど、はい、ありがとうございます。和歌山はどうなんですか。和歌山は南ですね、本当に龍神とか、中辺地とかに行くとまだまだ可能性はありますね。みんなそのおじいちゃんおばあちゃんが多いですし、若い子が来るともう孫のように可愛がってくれると思いますよ。ありがとうございました。じゃあそういうスタッフドジャパンさんの取り組みにも皆さんぜひ関心持っていただくとともに、今ご紹介あった山陰とか和歌山のちょっとまだ今からいろんなこう何ですかね、可能性を秘めている地域の方、もし何かつながりたいなと思われたら、ぜひスタッフドジャパンさんまで、はい、ご連絡していただけたらと思います。であと協力隊の経験者の可能性ということも今日のお話でより広がったかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日これで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。